源氏の愛は月日とともに深くなっていくのであるが、最愛の夫人が一人京に残っていて、今の女の関係をいろいろに想像すれば、恨めしい心が動くことであろうと思われる苦しさから、浜の館の方で一人寝をする夜の方が多かった。源氏はいろいろに絵を描いて、その時々の心を文章にしてつけていった。今日の人に訴える気持ちで描いているのである。女王の返事がこの絵巻から得られる期待で作られているのであった。感傷的な文学および絵画として優れた作品である。どうして心が通じたのか、二条の院の女王も物の身にしむ悲しい時々に、同じようにいろいろの絵を描いていた。そしてそれに自身の生活を日記のようにして描いていた。この二つの絵巻の内容は興味の多いものに違いない。春になったが、帝の御能があって、世間も静かでない。当代の巫女は、右大臣の娘の上京殿の女子の腹に王子があった。それは、やっとお二つの肩であったから、当然、東宮へ御位はお譲りになるのであるが、朝廷のご貢献をして、政務を総括的に見る人物に、誰を決めてよいかと、帝はお考えになった末、源氏の君を、不運の中に、沈吟させておいて、起用しないことは、国家の損失であるとおぼしめして、太后がご反対になったにもかかわらず、赦免のご沙汰が、源氏へ下ることになった。
去年から太后ももののけのために病んでおいでになり、そのほか天の里ししめいたことがしきりに起こることでもあったし、祈祷とご精進で一時およろしかったお目やみも、またこのごろお悪くばかりなっていくことに心細くおぼしめして、7月29日に再度ご沙汰があって、京へ帰ることを源氏は命ぜられた。いずれはそうなることと源氏も期していたのではあるが、無常の人生であるから、それがまたどんな変わったことになるかもしれないと不安がないでもなかったのに、にわかな煎じで気楽のことの決まったのは嬉しいことではあったが、証しの裏を捨てて出ねばならぬことは相当に源氏を苦しませた。されたほど悲しい気持ちもするのであったが、源氏が都合よく生えねば、自分のかねての理想は実現されないのであるからと思い直した。その自分は毎夜山手の家へ通う源氏であった。今年の6月ごろから女は妊娠していた。別離の近づくことによって危うくなと言ってもよいように、源氏は女を深く好きになった。どこまでも恋の苦から離れられない自分なのであろうと源氏は反問していた。女はもとより思い乱れていた。もっともなことである。今度は幸福な都へ帰るのであって、この土地との縁はこれで終わると見ねばならないと思うと、源氏は物哀れでならなかった。自身たちにも幸運は分かたれていて、誰も踊る心を持っていた。
今日の迎えの人たちも、その日からすぐに下ってきた者が多数にあって、それらも皆人生が楽しくばかり思われる風であるのに、主人の入道だけは泣いてばかりいた。七月が八月になった。色の身にしむ秋の空を眺めて、自分は今も昔も恋愛のために絶えない苦を負わされる。思い死にもしなければならないようにと、源氏は思いもだえていた。関係を知っている者は反感が起こるよ、例のお癖だねと言って困ったことだと思っていた。源氏が長い間この関係を秘密にしていて、人目を紛らして通っていたことが近頃になって人々に分かったのであったから、女から言えば一生の物思いを背負い込んだようなものだとも言ったりした。少納言がよく話していた女であるとも、その連中が言っていた時、よしきよは少し悔しかった。出発が明後日に近づいた夜、いつもよりは早く山手の家へ源氏は出かけた。まだはっきりとは今日までよく見なかった女は、鬼女らしい気高い様子が見えて、この身分にふさわしくない端麗さが備わっていた。捨てて生きがたい気がして、源氏は何らかの形式で京へ迎えようという気になったのであった。そんな風に言って女を慰めていた。女からもつくづくと源氏の見られるのも今夜が初めてであった。長い苦労のあとは
源氏の顔に痩せが見えるのであるが、それがまた言いようもなく縁であった。あふれるような愛を持って、涙ぐみながら、将来の約束を女にする源氏を見ては、これだけの幸福を受ければ、もうこの上を願わないで、諦めることもできるはずであると、思われるのであるが、女は源氏が美しければ美しいだけ、自身の価値の低さが思われて悲しいのであった。秋風の中で聞くときに、ことに寂しい波の音がする。塩を焼く煙がうっすり空の前に浮かんでいて、感傷的にならざる得ない風景がそこにはあった。